さあ、今日は久々にね、はい、高橋が、はい、戻ってきて、やっぱりモームス辞めると、はい、一気にこう服装からおばちゃん化してしまう。うちこの格好がしたかったんやみたいな感じでしたね。我慢してますね。本当に高橋、お前これはもうすごい有名なデザイナーのやつやと思うけど、なっちゃんとかですよ、若月のどこか知らんけど、はい、若月もおばちゃん向けにそれデザインしたと思うね。違うじゃないね。違う、関西限定ちゃうか、それ違う、虎がそれはあれよ、いやいや心斎橋限定やろ、違う、センター街、センター街、センバ、センバ、違う石切神社、石切神社センター街、これは、うん、まあまあわざとそういうデザインにしてんねやろうけど、はい、若月の狙いでね、はい、大阪のおばちゃんの服で、違う、いやでだからスパッと履いて上をそういう、まあ、虎の大きな顔を、そうですね、まあまあ、肩口を派手にって、これも完全に大阪の、東京のよくタレントさんが大阪のおばちゃんの格好はとか言うてネタにする格好でも確かにさっき会社行ったらみんなに驚かれました。そやろ、なんでそんな格好してんのとか言って、いやいや、わざわざおしゃれ狙いに来てんのるんだろうとはもうそうわかんねんけど、はい、もう狙いすぎてこれで右手お前、はい、お前から言ったけど、ね、これはおしゃれなのか、それともおしゃれ、でも多分これおばちゃんが着てたらあれですけど、なんか着る人が変わるとなんか許せるもんだなっていう、可愛いですよ、うん、かわいい、いやだからかわいいとかいう問題じゃん、おばちゃんでもかわいい、かわいいやろこれさんまちゃん言うてあるよ、確かに言うてあるよ、ね、裏俺がびっくりしたのは後ろが虎のケツになってる服着てやる、おばちゃんがいた、後ろなんて、うん、その時は後ろ向かれましたから、ほらこれ後ろ姿後ろ姿言うてちゃんとね、あれはうわーすごいですねとか言うてしもたけどね、おばちゃんに、確かに、だからもうやっぱやめたらなんかいろいろね、いろんなストレスからね逃れたんで、そうですね、多分そうですねとか言っていろいろ出たんだと思いますよ、洋服に違う、髪の毛を暗くしたから派手でもいいかなと思う、それ派手じゃない、大阪のおばあちゃんやね、派手と違う派手さがあるやん、色をつけるとかね、ピンクとか、そうだから足え足に色を、まあ、確かにでもで肩の辺とかあるのはちょっとまあ若いですよね、うん、まあ、若い感じビーチついてる、いやいや、これはでもそんなに言われると思わない、これはね高そうでしょ、これは結構高いでしょ、ビーチついてる、でも一番しないですよ、お求めやすいよね、お求めやすいですよ、何もしないよ、これお求めやすいよ、感謝よ、そうなん、これはやっぱりね、分かるんですよ、ファッションで難しいのはね、はい、こうねダメなところをドーンとついて流行りを作るっていうの、ここまで行くと OK みたいなありますよね、うん、あるけども難しいのよね、こう着こなし方っていうのかな、うん、そういうのはあるしですね真っ先に目にこう入った店入った時そうですね、これだと思ったんですね、最初若月さんがブログで来てたんですよ、うん、あ可愛いなと思って、あなるほどなるほど、これ色違いあるのあると思います、これはだからアジアンとかハリセンボンに教えてあげてくれよ、これ、はい、絶対好きだと思います、衣装に処理をそれ色違いがあれば、うん、これ漫才師の大阪は受けはええやろな、これ行くよクリオさんとか、これ激しい色だったらね、もっと黒じゃなくて、うん、これ黒でも十分あれやけど、まあ高橋はおばちゃんやし、道重はもう毛玉がいっぱい、ほこりだらけでしょ、ほこりだらけでしょ、この服がお前のちゃんどこにしまってんの服を、上着が毛がいっぱいつくやつだったんで、それ脱いだらほこりがたくさんついてたんです、ああそういうことなの、はい、この二人なんか生活が荒れてるんじゃないかじゃあ本当にお前そういうのお前ね、人に見られる商売やから、そうですね、そういうとこはちゃんと気をつけといた方がいいし、これダメ、いや脱いで、ね、暑いからってからちょっと高級なね、そうそう、レストランでも入ってあれ脱いだら、もう店員も絶対渡してると思う、ね、そう、あデートとかで、ね、はい、パッと抜いてかけて、ほらもうほこりまみれて、確かに恥ずかしい、そんな女俺でもちょっと恥ずかしい、こう目を伏せるよ、本当ですか、嫌ですか、いやいや、嫌だよ、あれだけほこりまみれて、お前そんな椅子に座られてみて、だからもうそうなったら脱がない方がいいんじゃない、そうだね、脱がなきゃよかった、こんなに言われるなら、ちっちゃい頃ちっちゃい頃ちっちゃい頃この時期そうやね、上毛も着るとね、そういうのなるから、持ち歩きのコロコロとか出たら、いやでも脱がんと、あるんですか、ちっちゃいのあるよ、いっぱいある、何が持ち歩き用コロコロ、服のコロコロ
あるんじゃないかな。あります、あります。いや、大丈夫、そんなもん、もう、つくせってで、そんなもん持って歩いてる場合じゃないやろ。確かに、ガキだけいいね、確かに。だから、お前らもこれからね、男、作らなあかんし、男いません、いません、言うてやね。中澤みたいにやな。どういうことやねお前らのグループ、ほんま、お前もせやな、看板から出てきやがってやな。看板から出てきやがって。頑張るよね。頑張る。生まれたわけじゃないあんまり触れないよね。触れないじゃん。腹立つね。なあ、もう大昔から考えたら、加藤のり子だ。加藤のり子は加藤のり子で男の部屋から出てきやがって突然ね。突然。そやねん、それまで男いませんとかな。バージンですとか、そんなこと知れないもんとか言うときながら、突然男の部屋から出てきたりやな。お前みたいに岩盤からボーン出てくるやつ。岩盤って、今から出てきた。岩盤言っちゃいましたね。岩盤から出てくるわ。中澤も先週ぐらいまで、ねえ。彼氏欲しいねとか、あの、男欲しいわ、ねえ、さんまさん結婚してやとか、危ないところでしたね。危ない、また騙さ、危ない、またああいうね、言葉に騙されるとこでしたよ。だから、もうね、あそこ前もな、エッチせなあかんでとか、色気がなくなるもんとか言うてたんや。その矢先に躊躇してる、躊躇だよ。顔写真ありましたね。何やねん、ちゅうちょうだいってあれ。ちゅうちょうだいって。ちゅうちょうだい顔。あんなもん撮られたらかっこいいね。ちょっと、ちょっとあの中田さんはさすがに言うたやろ。絶対収まらへんでと。収まらない。俺の身にもなれっちゅうことで、さんまさんもう理想やねんとか。あ、そうか、言われてない。好きやねんとか言ってな。もう分かってるよ。あ、嘘やってる。分かってたよ。分かってたけども、そうなんかなとか。ちょっとは。俺、絵本に解釈するタイプやから。確かに。確かに。ポジティブ、マイナスには考えませんから。そうです。プラス事項ですから。そうそうそう。だから、まだ綾瀬はるかも、本心聞いてないからね。俺のことどう思ってんのかっていう。本心も聞いてないから、こればっかりはわからない。だからね、誰やったっけ、上戸彩なんかでも、好きですって言ってたからね。だから、まだ大逆転のチャンスは残されている。まあまあまあ、結婚してないですからね、上戸彩ちゃんだって。そうそうそう。だから、まあ、チャンスは。まだね、もう結婚かとか言われてるけども、ここへ来て本当に好きな人を気づくか分からへんし。そうそうそう。やっぱりこの人だみたいな。何笑ってんや、ほんま。アホか、お前。お前もそのうちな、中長大顔すんねん、あれ、写真。あんな、夢中やねんで、あんな近くで写真撮られて。確かに気づかないですもんね。あれ、すごいとこで撮られてる、気づかないぐらい。ああ、夢中になって。あれ、カメラマン呼んでたんちゃいますか。呼んでたんなんかもうそろそろ撮ってくれ。あんまり男いないいない言われるのかっこ悪いから、あれ。あれ、嫌やな、あれ、もう、いつゲストやろ、これ、中澤。いや、当分来ないんじゃないですか。本当はこれ来週やったけど入れ替えたんちゃいますか。絶対言われるからないんだよ。そうかも。吉田と。ほんでもうそんな癒せませんのコーナーなんかうち絶対嫌やでとか。絶対もう。お前もうお前チューチューしてんねえからお前やれやとか言われる。そんな言い方せえへんやろ。言うよ、そんなやらしいチューチューしてんねえから。そんな俺も大人やから。対処できるような感じで。できるけど黙ってたから。加藤にしても。確かにそうです。俺にね、黙って、バージンぶってたから。で、俺が真に受けるからね。それ一番恥ずかしいのが、千秋ちゃんと遠藤の結婚の前にね。遠藤の前で、お前千秋ちゃんバージンやでまだって言うてるあの悲しさね。それバージンどうしたらいいんだろう、相談しとったよね、千秋ちゃん。私、そんな、これわからないとか言うて。その芝居にずっと騙されたよね。シャリちゃん思っても相談する人いてなかったねえ、なんでまたそこの部分を相談しに行ったんでしょうね、まあドラマで一緒やったドラマはドラマで一緒やったっていうのもあると思うねんけど、ほんで、いや千秋ちゃんじゃそんななもうあれやから、はい、初めての夜ってこう硬くなるもんやからとか、そんな説明してたんやで、ほんでっていうかちゃんと説明したんですか、真面目に聞かれたからやな、怖いんですとか、もしねそうなった場合彼氏いた時どうしたらいいんですか、初めての硬くなるから男もその緊張しちゃうから、身を任した方がええねんでって言うてたよ、
そんな話をエンドの前で、こう、千秋ちゃんってお前、うぶや、ああ見えてうぶやねん。そんなことないと思いますさ。お前はな、女を見る目ないねん。いやー、さんまさんのはないんちゃいますか。アホか、お前って。その夜、あれで、相談やねん、千秋ちゃんとエンド。いつ言おうって、あの、さんまさんに。あの人、お前がバージンやって、真に受けてあるで。ゲッラゲラ笑いながら、お前。かわいそうやろ。かわいそう、さんまさん。俺で俺も加藤のり子前な、バージン扱いしてトークしたけてたんや。はい。中澤も、あの、ま、バージンじゃないやろけど、ご無沙汰があるやろなと思ってた。じゃあ、マジで、マジで。やだ。いや、嫌だじゃないの。やだ。俺も人間見にもなれ、アホ。で、ね、チューチューチューで、チューチューで、いう顔してやな。お前は看板よっか飛び出してくるじゃん。うわぁ、びっくりするわ、お前ら。だから高橋、お前ね、乗る前に、あの、加藤だけやわ、乗る前に連絡してきよったん、うん。加藤は乗る前に、一日前に、うん、もう意を決して、連絡出てきたみたいやけど。はい、そうだね、一日前がいいと思うよ。だからもう言うた方がいいと思う。あ、庄司も電話してきよったか。そうです、そうです。あ、庄司も、あの、ミキティと庄司も、すいません、先に言っときますけども、あの、さんまさんには言っときますって連絡してくれたわ。そうです、そうです。中澤や、これ出る前にあれ。確かに、まあ、前回そうでしたからね、そういう。そうそうそう。うち寂しいわ、みたいな。もうさんまさん、うん、結構好き。タイプやのに、うちとしてやとか、うん。言ってた、言ってたんだ。なぁ、じゃあね。俺もまんざらでないような受け止め方してる俺が、もう録音テープ聞かれて恥ずかしいやん。誰でも受け止めるんですね、さ。痛い痛いとか、まあ、うぶやねん、あの。受け止めるなね。あの、嘘つかへんと思うてね、人間って俺、はい、あの、自分がそうやから、うん、あの、だから、そう、バージンって言うたら、そうか、とか、素直やね。だから俺、お前ら二人は、あの、もう騙されへんからね。騙されない人ってね。大丈夫ですよ。どうしたらいい？私だけは本当。じゃあ、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 みんな本当だけは本当みんな本当高橋は違う違うのか愛ちゃんと私のことは知らないけどってことでしょ。はい、私自身は本当愛ちゃんも本当ですよ。いやいや、 いやいや本当じゃない。もう分かってきたわ、だんだんもうなんかな芸能界の仕組みみたいなもう分かってきたわ。遅いですよね。だいぶ何十年もいるはずだ。女の分一番分かってないかも分かるよね。そうですね。ほんで、そうそう。あれ、おでうろたえんねんな。娘がボイフレンドか言うた時にもう、あのね、それまでいろんな用意してんでね。あ、用意はしてるんですか？言葉用意してんの。あ、あの、もし、娘にボイフレンドができたら、あ、そうか、素敵な人だろうねって言ってあげようとか、うん、お前が選んだ、あの、人だから間違いないよとか、もう絶対大きくなったら言ってやろう、言ってやろうと思ってるけど、車の中で、彼氏いるんだけど、って言われた時に、もうブレーキ踏んでしまった。おわかったわかってるって言うただけやって、もっとかっこええ言葉を言ってやろうと用意して、もう焦っちゃって、もうなんか右折のとこを左折してしもたもうなんか危ない。でも娘が 人にちょっとあの聞くような質問はできませんもんね。そうそうそう、絶対どんな人だとか。そうそう、あんまりやらしいやんか。そうそう、なんか。あ、でも、聞かなくて正解だと思います。ね、お父さんから聞かれるの嫌だよね、なんか。彼氏 できたんかとか、うん。その人はどういう人なんだとか。どんなやつやねんとか、言うのも嫌やんか、うん、親として。なんか、スッと受け止めてあげなあかんし。うん、と言うてな、俺が反対的な立場でもないし。ヤンタンというらしき言葉は今全然出てませんね。全然ヤングじゃない。全然。ね、ヤング。じゃあ腹立つね。ここ二人は信じてあげてください。ああ、騙されへん、騙されへん。騙されへん、お前ら。お前ら遊びまくってんじゃん、お前。まったくな。極端だよ、極端。なんでやないの。いやでも考えたら中澤姉さんも38ですよ。そうですよ。そういうふうなちょっと上の話もあってもいい。バージンじゃないの分かってたよ。バージンじゃないの。いやいやいや、それ以上もっと分かるでしょ。そこしか分からなかったって。確かに。なんかコマーシャル入った時とかな、はい、お前もエッチせな肌荒れるでとか言ってた。俺が惨めやん。でも春ツアー私一緒に回ってたじゃないですか。ああ、春ツアーは本当に彼氏が欲しいって言って、
嘘やってよ、ミキちゃん、お前も騙されてんねん。本当に紹介してって言われて、芸人さんでもいいから紹介してって言われてたんですよ、本当に。でもあれ、8月かなんかって書いてたやんか、知り合った。あ、じゃあ3月やろ、お前言うてんのは。そうです、私。まだ8月なの、あれ。知り合ったのか書いてたの。あ、じゃあ本当その後に知り合ったってことですか。そういうことやな。こそこそしとんな。そんな、だって大々的にするもんでもないじゃん。じゃあ、違ってええ人いてんねんぐらい言うといてくれた。ああ、まあそうなんだ。でも考えたら、中澤姉さんもその、なんかこう、変装するとか、帽子かぶとか、ね、サングラスかけるとかってないから。今回は本気、もう取られてもええと、あこまでオープンやから、寿司屋から出てきて、タクシーに二人乗って、もうかなりオープンだから、もう取られてもええっていう気持ちはあってんやろね、もう。もうそろそろ、だからほど好きな、好きな人やねんやろな、今。結婚してほしいな。もうそしたら30歳から、ほんまに結婚せなあかんけど。注意してっていう顔嫌やな。そう、なんか、中澤さんって。いや、あれは注意してる顔じゃなくて、たまたまそうなったんちゃいますか、お酒飲まないでたから。なんかちょっと拗ねてたのかもしれない。うん、じゃあ、うん、みたいな。ちょ、うんだよ。拗ねてるっちゅうと、お前、わかるやん、顔。そこはわかるんですね。わかる、そこは。そこはわかる。そこはわかる。そこはわかる。中継とはわかんない。細かい中継はわかんない。結ばれる時の感覚はわかんない、俺。それまでがわかんない。男いんのかいないのかとか、その女の言葉を信用してしまうから、まあまあね、そういうもんや、もう、まあ。でもこうなったらもう幸せになってほしいです。そうですね。もちろんね。はい。まあまあどうなることやらわかりませんけども、頑張ってほしいよね。はい。あとは安田圭ちゃん。そうですね。圭ちゃん。とりあえずケメちゃん行かないとですね。ケメちゃんね。ケメちゃん何歳？ 23？ あ、33？ 30ですね。23ちゃうで。いや、30でしょ。え？違うよ、安倍さんが30なの。安倍さんと伊田さんが今年30だから。多分今年の誕生日で31だよね。あ、ケイちゃん、はい。31じゃない。いやいや、もうみんな、だから安倍でももう結婚せなあかんしな。そうですよ。だから安倍さんと、ケメちゃんだけじゃないですか、うん、上の人たちで。あと中澤さん。あ、そうか、そうか、ここで中澤やった春樹だからな。はい。まあ幸せになってもらいたいですよね。うん、あとはもう高橋の、あのフライデーがいつ。なぁ、俺。だ大ちゃんだってもう 26?25 か。もう。ねえ、そら。そうですよ。だから、かなり今のこの服装から見ると大阪のおっさんと付き合ってると思う。なんでやだ、おっさん。おっさん連れて行ったんちゃうか。違うよ。お前、こうでもだよ、おっさんに。違いますよ、これだって。そう。違う。NBA、やんちゃん。明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。の道重ひろみと、高橋愛と、藤本美貴です。全略のコーナー！イェイ！というわけでね、もう5ヶ月に入ったミキティ。はい。あと、5ヶ月お腹に入れて。そうですね。不思議だね。不思議な。すごいよね、すごい。エキちゃんが赤ちゃん抱えてる。すごいですよね。人の中に人がいるってすごくいいですよね。すごい、そうね、生命やからな。本当にそうやって誕生してくんだもんね。それが、すごいよね。すごいですね。もう5ヶ月目で動くの？なんか、たまに、こう、じーっとしてたら、ピコピコ言ってる感じはたまにあります。あ、でもなんか、すごい動くわけではないですね、うんうん、まだ。まだな。はい。もう安定期なんでしょ？安定期です。この間病院行ったら、5ヶ月で病院行ったら、12センチって言われました。へ、うん、身長が。まだわかんない。まあ、詳しく取ればわかりますけどもね。わかりたいの。わかりたいです。ああ、そかそか。良いもあるしな。はい。これはこれ、ね。名前もね。名前も決めなきゃいけない、ね。庄司が考えるの今のところ。いやもう全然決まんないんですよ本当に。あいっぱい候補あるの。いやもう候補すらもないですよ。どっちか分かんないけど。男も女も分からへんから。だからでも一応もなんかそんな分かる。俺両方用意したよ。そうだね。両方用意しないとなと思ってるんですよ、ね。俺はあの聞かないつもりで。あ、ずっと聞かなかったの。もう分かっててんけども、あの、奥さんも分かっててんけど、俺聞かなかったの。先生は奥さんには教えてるってことですか？うん、だから、先生もあの頃、知りたいですか知りたくないですかっていう、聞いてはったね。あ、うん、ほんならもう教えてくださいって言って、女の子ですって言って聞いてたみたい。だから男やったらこうやなとか、でも後半買ってるものの色とかで分かってこないんですか？分かってこない。ああ、分かってきたんだ。分かっちゃおうかな。ねえ、分かって。分かっちゃ分かんなかったら普通黄色とかクリーム色ばっかりになるじゃないですか。そっか。ね、でもちっちゃい時はそう、それ着て出かけるわけじゃないからね。まあ、そうですか、確かに。男も女もないわ。確かに。うん。ただまあまあな、やっぱり女の子やったらピンクを多くしたりとか、そうですね、っていうのは分からんではないよね。うん。
だから今はあのもう半分ぐらい聞いとるからな。そうですね、なんか4ヶ月ぐらいから結構耳が聞こえてくるって聞きました。聞こえてる方も聞こえてる。そうそう、だから穏やかに会話、あ、じゃあ穏やかに喋らないと。そうですよ、こんな過激な、そうですよ、こんな過激なトークダメですよ。戦場やここは。あ、妊婦が来るとこちゃうねんほんまは。たしゃあないよ、これ。それでお前ね、この激しい声を聞いてしもて、はあ、釜になったってしゃあないよ。それはそれもうしょうがないです。だから、夫婦喧嘩だけは妊娠中はあかんみたいからな。ね、うん、ほとんど、釜にならん。ストレス、妊婦さんのストレスでそうなるみたい。気をつけなきゃ。こちらラジオネーム、アスロン XP がいただきました。はい、全力の皆さんこんばんは。10月27日にさゆみさんの、さゆみんの、8冊目の写真集が発売されました。はい、8冊目、8冊目です。きっとさゆみんは、さんまさんへサイン入りで持ってきてることでしょう。写真集はキティちゃん、アメリカンポップ、セクシーバニーガール、バービー人形などなど、コスプレがたくさんありますが、やの皆さん、さゆみんの写真集を見た感想を聞かせてください。はい、あ、どうぞ。よかった。もうこれいらんって言うたやろ。めっちゃ可愛いですよ。いいじゃん。こういう写真集撮りたい。ピンク、超ピンクです。超ピンクにしてあるぜ。超ピンク、超可愛い。あ、もうちょっと、あの、なんかおもちゃっぽくというか、そう、なんかちょっと雑誌っぽい。あ、雑誌っぽい。なるほど。コスプレ、コスプレっぽい感じなの。あ、そうですね。おしゃれのコスプレって感じ。キャンキャンじゃないわ。なんかビビとか。あ、の雰囲気やな。あ、お尻見てるよ、道重。めっちゃ可愛い。あ、ほんま。なんか、尻見せ言われた。じゃあ、マネキン、マネキンっぽくしたいっていう。違う。そんなこと言われないですよ。カメラマンさん、女性ですか。そんなカメラマン嫌ですよ。尻見せっつってもう。尻見せ嫌だ、嫌だ、ストレス溜まる、そういうこと。逆に見せたくないよね。なんだみたいな。かわいい。かわいい。最低のカメラ前だね。ほら、知りません。うわ、偉い、お前、際どいの、あれやないか。そうですね、それ。これ、何や、これ、際どすぎるやないか、お前。ハイレグ。妖精みたいな。妖精履いてんの。タイツ履いてるんで大丈夫。白いタイツ、白いタイツ履いてるんで。すごいポーザー。やっぱりこの、高橋なんかでもどんどん、これ、道行けじゃないみたいな。そう、かわいい。カツラとかなんで。ほとんどカツラじゃない。はい、2個以外カツラです。ギャル雑誌みたいな感じのやつもあるし。めっちゃおしゃれ。キャンディーとかその辺の雑誌。なあ、そうか。もうそう若い感じの。キャラとか。はい。あ、見てよ、お前、この、これ嫌な、金髪のやつ。あ、ほんとですか、やった。あ、これ金髪のやつ、お前金髪似合うわ、これ。似合うよ、ちょっと。染めれば。ね、そうそう。そんな言われたら、染めたらだっていいんじゃない。染めないのがたまにやるといいんですかね。そう。あカツラ買いんだよ。カツラ。やばお前。のちゃんとしたやつ。うん。ようさん、これ衣装、着替えてるな。はい、いろいろ来ました。スタジオで撮ってる。全部スタジオで。あ、これ全部スタジオなんだ。全部スタジオ。確かに外ないね。はい。あ、そうかそうか。1日で？いや、2日ですね。雰囲気、いろいろあるも変わる前の女って。色が可愛いですね、色が。あれなぁ。女の子に。見せしげって分からへん。そうなんですよ。あんまり。お前、あ、ケツ見せ。これか。ケツ見せ。ケツ見せ。カメラマンさん質で。ケツだけだ。ケツだけだ。でもその写真すごいお気に入りなんですよね。めっちゃ可愛いと思う。言われた、ケツ見せ。言われてないで、なんか、いつの間にか撮られてた。お前寄せてるね、これ。いや、そんなこともない。なんかその日、結構いい感じの日で。どういうこと？そういう日ありますね。日によって胸違う？胸違うわ。違う。日によってですか？だって女の子の時はお前、女の子。まあそうですけど。そやろ、通常時そんなにあんまり変わらないですけどね。そやなるや、お前今大きくなってきてるやろ、どんどん。あの最近はもう巨乳で、今はもう D カップぐらいになってるね。もう巨乳ですよ。もう邪魔でしょうがない。かわいいね。変わるすごい。スリーサイズはスリーカップ変わる人いるよ。あら、スリーも、そうスリーも。でもうその父をやる時期が終わったらもうスーッとまた。そうなんだ。でも産後もっと出るらしい。あ、それはもちろん。そうなんや。すごい。楽しみですね。写真集じゃないこれも。そうだよ。ね、そうですよね。今の間佐野さんも。いや、産後だし。産後、胸だけでいいですもんね、出てんのはね。どうぞ、写真集出してもええよね、ほんまに。すごい。
妊娠中にデビームーアが写真集出してますよね。写真集綺麗じゃない。へえ、これはいつ発売なんですか。あ、もう27日に発売になりました。ああ、極度に可愛い可愛い、はい、っていうタイトルですね、これ、はい、催眠ランドールっていうタイトルで、うん、あ、ドールお人形みたいな、はい、ああ、なるほどなるほど、それでこのテーマでこう人形さんみたいな感じになってるわけ。はい、可愛い、いいじゃん。一時期じゃないもんね、これは表紙もね、うん。そうですね。なんか写真集っぽくない写真集ですね。可愛い。雑誌みたいな、こちらいただきましたのはヒーローさんからいただきました。はい、全力やんのりさん、こんばんは。こんばんは。最近愛ちゃんはブログを、読んでる限り、はい、韓国に行ったり、いろんな展示会に行ったり、はい、髪型を変えたりと。充実したプライベートを送っているようです。すごい。でも気になるのは、来月からの舞台が始まるのに、その稽古の気配などが全く感じられないことです。うん、もうそろそろ、舞台の稽古に入ったりするんでしょうか。それから、さんまさん、のれんのデザインはもう決まりましたかというか。いやいや、もうのれんは、ま、街に入ってますから。来月。すいません。25日もね。27からです。来月の頭にできますから。ありがとうございます。すごい。これは、俺もだから、自分でね、デザインした、はいはい、だけしか分からない。それが、染め上がって出てきたら、どういう風になるのか。あ、すごい。全く、見当つかないけども。私も作ってくださいよ。お前、舞台なんか出えへんやないか。なんかほら。なんかほら。なんで出えへんねんの、ね、作らなあかんねん。病室に、病室に。病室に。誰が病室に乗るんですか。さんまさんからの欲しいじゃん。欲しいよね。腹巻き作ってください。腹巻き。高いわ。腹巻き。腹巻き。ない？なんかないですか？腹巻きって普通の腹巻き？腹巻きにさんまさんでしょ、なんかないですか？なんかないですか？なんかない。何が奴隷欲しい。奴隷欲しい。お前。病室に飾ります。お前舞台出んねえと分かるけど、お前なんか。病室にお前奴隷、おかしいやろ。いるいるいる。他の人もいるのに。うわー、藤本美貴さんへ。明石家さんま。個室で、個室で。こいつで乗れんで。そんな見るね、余裕もなく、ヒーハウフーハーハー言ってたら。確かにきつい。きついし、ほんでみんな、お前病室入んのに、じゃない、これ乗れんとか言われる。大変だ。ああ、そやわな、うん。今はね、帯をしてんのか。一応しても腹巻き的なのはしてます。うん、今はもう、そうか、帯よりも腹巻きになってきてんだよ、もう。腹巻きと、あとなんか、トコちゃんベルトっていうのが、結構妊婦さんの中で使ってるらしくて。ああ、うん、昔は帯やってんけどな。なんか骨盤のところを、もう生まれる前から、ちょっと締めてあげるんですよ。はあ、締めない。だからそうすると、なんか赤ちゃんが大きくなってくると、こう、下に骨盤の方に下がってくる。ああ、下がる。そうすると赤ちゃんもう苦しいから、骨盤をちょっと締めて、赤ちゃん上に上げてあげましょうみたいな。はあ、で、産んだ後も骨盤を締めるようにも使えるっていうのがあって。はあ、いや、今はもうどんどん、どんどん良くなってきてるから。すごいよな。すごいですね。その中で、息してんねんもんな。うん。どうやって息してんのかなと思うよな、ほんまに。だからへそのね、おでつながってるわけですから、だからこれからは、じゃあみんなはいつもこれからっていうか、はははへそのおでつながってへそ切ってこうなってね、はははは、匂い物はへそに塗るのが一番体から出るらしい、やっぱり。へそに、塗るのが一番いいで。そしたら。香水とかってことですか？そうなの？それでへそなんかこうやってやったら臭いんかな。あ、でもね、あ、ごめんなさい。言うやん。臭いへそって中に。あれ何なんですかね。だからやっぱりそうやって匂い出てるんちゃうかな、一番。まああれは赤やろうけどな、そのへそのあれは。なんでここが一番。なんでだろうね、隠れてるしね。だからここが一番って、ここから出てきたわけやから、多分、こう繋がってるわけやろ。これ、ってことは、ここから栄養出てるってことか。なんですかね。なあ、そういう。すごいなぁ。すごいよ、考えられへん。だってお前、窒息せえへんねんからね。本当ですよね。すごいよ。すごい。もう、だからもう、ずーっと水の中にいようと思ったら、人間、その能力はあるっていうことやもんな。そうですね。すごいね、これ。だって、卵みたいなのから始まって、うん、魚類とかを通ってくるわけじゃないですか、うん、10ヶ月で、うん。すごいですよね。すごい。なんか驚く。それがな、やっぱ、喋り出したりとか、走り出したりする、凄さな、子育てって。すごいね、人間って。すごい。そう。あ、なんか、ぶっと、え？って思うよ。あの、赤ちゃん出てきて、後に。これが、あのね、歩きたり喋ったりするんだ、と思うと。もう今だともう22だ、イマルでーとか言うてやな。
なんか、そうですよね。そんな名前いらねえよ、歌いますとか言うてやな。誰がつけたら表気づかないもんだっていう。ことやねんけどな。確かに。そういうこと。こちらいただきましたのはオレンジの6番。はい、全力の皆さんこんばんは。こんばんは。藤本さんですが、子供の名前を悩んでるようです。取材に対して藤本さんは難しくて全然決まらないんですよね、うん、まだ男の子か女の子ははっきりしてないので、うん、どっちも考えとこうと言っているんですけど、生まれたら80年以上生きると考えると責任重大じゃないですか、うん、名前でいじめられてもかわいそうだし、ちょっと、考えちゃいますねと、明かしていました。そこでやんでみなさん、藤本さんの子供の名前を考えてあげてください。考えてください。でも庄司もねえよ、こう探りやすい方がええやろ、テレビで。そうですね。あ、庄司、庄司やろ、名字。はい。ふす、ふすまでやないか、庄司ふすまで。なんだもうええやん。おい、呼んだかったらどうしますか。え、ふすまちゃん、ふすまちゃん。やんだやんだちゃんも名前。ふすまちゃんちゃんみたいな感じですか。ローラちゃんみたいになっちゃう。だから、庄司やろ、庄司、庄司なんとかという。え、名前は取るの、うん、要するに、お父さんかお母さん。取らないと思います。え、今、庄司ミキになってんのか、ほんなら。それ、なんか、庄司っていう名前が、難しくないですか、うん、そうやな。庄司ミキのもちょっとなんか、そうなんですよ。うん。そうか、俺みたいに杉本貴文とかよりも、庄、はい、あ、そうやな。なんか、庄司って下の名前が、ね、あいつ何時、あいつ何時名前とか。友春です。庄司智春、あ、そうなんだ。庄司智春ならいいけど、庄司美樹。なんか軽いですよね。庄司美樹、うん。そうなんです。だから多分文字数が、なんか二文字とかよりも、うん、そういうなんか四文字とか多い方がなかいいのかなとは思うんですけど。うん。ははー、そういうな。だから智春の春を取るとかやな。せっかくの智春やねんからな。難しいんですよね。ミキティとか言いたいもんな。うん、マタニティ。うん。なかなか決まらないですよね。庄司、庄司、庄司。株式、株式。どこ着物にした着物。庄司着物。庄司着物。やった絶対いじめられるじゃないですか。庄司着物。庄司の、ノアナ、ノアナちゃん。庄司のアナ。やったあ、いいやいや。ノアナ。でも自分で決めた方がいいんじゃないですか。そうですね。ノアナちゃんいいやんか。そうです、ね。ノアナかっこいい。かわいい。ノアナってかっこいいな。でも、庄司ノアナで。庄司ノアナ。なんかでも技術がいいんで、中学校になってから、俺みたいなやつが同級生で、お前、庄司のアナやんけって言われるまで。あ、絶対言われると思う。だよって障子の雨やんけ。絶対いじめられるじゃないですか。あ、気がつけへんよ。イマルなんかもそう言われたけど何もいじめられなかったよ。イマルちゃん可愛いよね、名前。可愛い、イマル可愛い。だから おまるって言われるよとか、ちっちゃい時言ってましたけども、全然こっち積み木やからね、障子ところは。村上積み木。うん。可愛い可愛い。でもなんか、うん、なんか今すごい名前が多いじゃないですか。タイガーくんとか。そうそうそう。確かに。ティアラちゃんとか。そうそうそう。そういうのじゃない方がいい。いいねっていう話をしてるんですよ。今はもう大きくなって海外でそのまま、はい、呼ばれる名前をつけようとかしてる人が多いみたいやからね。そうなんだ。そうそうそう。横文字っぽい。昔っぽいのがいいねとは言ってるんですけど、もう女の子だったらもうなんとかこうがついてもいいよねみたいなこう言ってるんですけど。うん、そうかそうか。全然決まらないですね。こうつけたい。庄司レポーター、レポーター。庄司。いやだ。カタカナじゃないですか。ねえ、横文字じゃなくていいって言ってんの。ノコ、庄司の子。庄司の子。ノコちゃん、ノコちゃん。ノコちゃん可愛いじゃん。男のお前太郎でええやん、庄司太郎、庄司太郎。庄司太郎でええやん。太郎。太郎って。ノコ、庄司の子、ノコ。ノコちゃん、ノコちゃん可愛い。わかりやすい。ノコちゃん可愛い。昔この葉ノコちゃんっていうアイドルがいましたからね。ノコちゃん。この、この葉の子っていう、子もいました。ココとか、ココちゃんとか、ね。ココちゃんは、木村とこココちゃんやからな。ココミちゃんの。そうですね。そうそうそう。難しい。何がいいんだろう。本当に長い目つぶだね。もうほんま難しいよ。だから、そうですよ。なんか、さんまさんって、生きてるだけ丸儲けで、今るちゃんじゃないですか。うん、そういうのないのって言ったら。そういうのないの、ね、お前も何ちゅうけんなんかそういう、なんか自分がずっとそうやって思ってる言葉とか、庄司はないのか、あいつ座右の銘。ないんですよ。だからあいつそういや、そういうこだわり持ってない感じな。作っときなよって言って、言ってんですよ。庄司丸裸。そうやわ。ほぼちゃん、ほぼちゃんは。ほぼ藤井春。なんだほぼ藤井ハズバンドって言われてたから、庄司ほぼ。私の名前なんでほぼなのって言われた時に言えないよね。じゃあ言わんといてね、ほぼちゃんなんでほぼちゃんなの。
いやー、なんか、考えといたらええやん、もう。響きがいいんだよ、みたいな。そうそうそう。優しく育つように、ほぼさんのように、育ってほしかったんだよ。めっちゃよく言って。ほぼフリチンハルバンハズバンド。これは、そうそう。で、まあ、アニメから撮ろうとか思って自分の好きだった。だから、ね、ほら、みなみちゃんなんかよく言ってましたからね。タッチのね、みなみちゃんって可愛らしい名前でしたから、難しい。何やったっけ旦那。ギネスに乗ってんの。くるみ、お尻で割る。くるみちゃん、くるみちゃん、可愛いじゃん。可愛いじゃん。本当ですか。くるみちゃん、くるみちゃん、女の子。本当ですか。いいじゃん。庄司くるみ、可愛い。庄司くるみいいじゃん。すごい、あ、じゃあ、何個はあの、あいつ割るよって、40?43個ぐらいじゃないですかね。ああ、そのと43を使うかやな。くるみ43。じゃあ、くるみ43。くるみ43。しみことか。やだ、それ。それこそいじめられます、しみは。しみはダメですよ。よみちゃん、よみちゃんとかやな。よみちゃん。うん。ああ、なんかそやな、くるみちゃんがええのちゃうか。世界記録の名前やからな、お父さんの。そう、お父さんがいただいて。シリはええやろ、シリでくるみはってから、シリはええやろ。嫌です、シリは。青タンはかいね、青タン。嫌です、嫌です。ちょっと言っときます。くるみちゃん言っときます、じゃあ。くるみちゃん。庄司くるみちゃん。あ、確かに。ポイント。あ、でもなんか、重みはちゃんとありますね。庄司くるみは確かに女の子やったら。ちょっと言ってきます。せっかくの世界記録やからな。乗ってるから、それにちなんでな。うん、ほんまほんま。ギネスブックに載ってるし。うん。まあまあ、大きくなってから。でもそのギネスめっちゃ高い。ケツで割られてんねやで。ケツってのはな、ちょっと恥ずかしい。どんな記録持ってんの、くるみって、お父さん。ねえ、くるみはどういう、食べたの食べて。いや、食べてんじゃ、食べたんじゃないの。え、何子供を見せてって言われてな、お尻でくるみを割って何これ、グレてやるし。いやでもくるみちゃんはいいよ、くるみちゃん可愛いんですね。あ、ちょっと相談しときます。くるみちゃん、くるみちゃん、ちょっと由来わかんない。ギネスちゃんって呼んじゃう。男の子でもなんて呼んだらいいんですか。ギネスなんて呼んだらいいんですか。ギネとか言うんだよ。ギネギネ君、ギネ君。ちょっとギネ来なさいよ、みたいな。ギネーとか。ゲモみたいな。ギネ陽気すぎる。いやー、これは。だからね、こだわりがあったらいいんだけどね、本当にね。そうなんですよ。もう、俺は動かなかったからね。今のってもう最初。男の子でも。だから両方つけるように。それ以外はもう考えてなかったですか。あと、翼。日から2000年に羽ばたくって書くんでね、日かって。その日から2000年に羽ばたくためには翼がいるだろうと。それで、今の翼にしようと思ってたんですけど、その時にちょうど5つ子が生まれて、日本で。その一人が翼やってる。あ、一生名前になってしまうわっていうので翼やめて。そうなんですよね。だからいろんな名前を思い浮かんでも、なんか、周りにいる芸能人の人の名前はやっぱり嫌じゃないですか。そうそうそう。ポンって浮かんで。なんか短すぎるから。そうなんですよ。せやねん。でも変わりすぎた名前も嫌だから、どうしようっつって。まあなんか変わってて、バッと収まるのやつが、うん、いいですよね。これはもう大変。だって犬に名前つけるだけでも大変だからね。そうですね。確かに。人ですからね。そうやね。一緒だもんね。ね、うん、俺もイマルが名前つけてくれて、犬の名前ね、来て、ね、トヨタの勤めの本田さんっていう名前どうやったからメールないもんね。ないか、そうですよね。メール返せない理由がわかる、なんとなく。本田さんって呼ばれる。本田さんちょっとおいで。トヨタにお勤めの本田さん。そこから長い。なんて呼んだらいいんですか。トヨタにお勤めの本田さん。ガイちゃんなら噛んじゃうよね。噛むわ。トヨタにお勤めの本田さんって、犬の名前でこんな長いの言ってないやろ。俺はもうすぐええの浮かんだ思ってるな。やだ。トヨタにお勤めの本田さんやで。やだよね。女にお勤めのトヨタさんでもいいね。どっちも嫌です。わけわかんない。逆にしても嫌ですよ。嫌やな。犬やから。愛嬌あった方がええやんか。てか、トヨホンとか縮めたらええことやからやな。トヨホン、結局トヨホン。トヨホンってやだ。なんなのか、トヨホンって。トヨタにお勤めの本田さんなの。やだ。嫌だって言われ
われてもな。俺が必死で考えたらこれは、だからね、ねねちゃんとか、はい、ね、はい、そういう、犬なんいっぱいあるやんか。はい、被りたくないやんか、他の、うん、確かにね、家と、うん、その、ね、こんだけあの、店の名前とか、人の名前をつけるのうまいって言われてる俺やからやな。うんうん、これは、トヨタにお勤めの本田さん。それはね、すごいなと思ったのに。メール返さないよね。返さない返さない。全然返さない。切ない。お父さん切ない。切ないよ。すっごい考えてあげく送ったのに。写真入りで、犬の写真入りで送ったのに。嫌だとかもなく。え？嫌だっていう返信もなく。ほいでその後、みんなでご飯食べたら。普通の名前ついてたらなんか知らない。あのついてた。あれ俺、叱りされたのもあるですよ、仕方も。はい、怖いとか言ったから名前読んで、その話題にも触れず、トヨタに押すと。なかったのになってあの名前さーとかなく。なく。なかったかのような。なかったかもしれない。聞いてなかったか。よほど悪かったよな、トヨタの人の本田さん。ふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえ。お前、ふざけんじゃねえ。こっちは真面目に聞いてんだよ。俺も真面目に考えたっちゅう。ここはなにわの爆笑侍からいただきました。全、はい、の皆さんこんばんは。こんばんは。先週の放送でさんまさんが映画、キャプテンアメリカを見に行ったと話してましたが、どうやら高橋愛ちゃんを見に行ったみたいです。はい、長年一緒にレギュラーをしていただけあって、二人の気持ちが続いたんでしょうか。うん、映画といえば、吉井和子さんや浅田美代子さん主演で、愛ちゃんも出演している、映画、シェアハウスがちょうど2週間後の11月12日から公開されます。うん、ぜひあんたでも映画の魅力を教えてくださいっていうことですけど、はい、キャプテンアメリカ見に行ったのか。はい、見に行ってて、じゃあ見に行きましたっていう載せたら、うん、さんまさんも同時期に行ってたんですよ、みたいな。お前、俺が骸骨の T シャツ知らん。知らん。ヘルメットかぶった。着て着てると思うねんけどなぁ。本当ですか？骸骨がヘルメットかぶってる A って書いた。あ、でもわかるかも。おそれがキャプテンアメリカのパロディ版やって。そうなんですか。あれの敵の人にあのアメリカ、キャプテンアメリカのヘルメット被らしてんねん。赤い顔の。そうそうそう。あれの方がパロディやったのにやっと気がついたよ、それ。先週これをすごくみんなにこう、訴えててんけど、誰も知らんから、なんか一歩通行みたいな感じで。ふわまあ、言うたらふわつで終わったような。あ、そうですか。よかった。理解できた。よかった。今日、愛ちゃん、よかった。よかった。一週間後に戻りました。全然してたよね。全然言ってましたね。ラジオのトークで、ふわつってないやん。いや、骸骨のーってか、すごい、これはもっと力入っとってんね。ほら、お前、正直、お前知らんかーって前に。来てるのは見てなかったんですね。誰も知らへんかって、ふわつに終わって。ふわつってないやねん。そこに引っかかる。その、映画の話のね、骸骨の。キャプテンアメリカね、エンディングの格好やね。あれ続くんですか？ちょうど見に行ったよ。だってお前、サミュエル・ジャクソンが出てきてるからやな、最後。ね。うん。続くんやと思って。続くんやと思って。70年後やと思って。見たい見たい。めっちゃ面白かったよ。あまり直せって言ってた。あ、いいな。すいません。たまに帰りゃ、ちょっとブランド大使もらった。秋竹さんとほんま、高橋くらっちゃいますか、今なに。秋竹城さんの名前直ってないのかな。はい。たまに帰りゃって帰ってた、お前。ブランド大使いただいたんで。何ブランド？なんか福井のブランド大使っていうのがあって、なんかまあ宣伝みたいな、その福井のいいところを皆さんにお伝えするみたいな。まあ誰でもなれるんですけど。親善大使ね、やばい。あ、親善大使そんないいものでもないんですけど、みんななれるんですよ。普通の人でもなれるんです。はい。なんでよ。わかんないですけど、なんか。何回言うたん、お前。いや、言ってないですけど、それをいただけるっていうことで。しかなれないんですよね。そう。もちろんや。誰でもなれるって言ったから山口県の財務でもなれるんだよ。なれんじゃん。お前なりたいのか、お前。なりたい。マジで？いや、練習に。え、なれるもんな、なりたい。食うのはなれない。食うちゃうやんけ。え、なりたい、なりたい、なりたい。お前あれじゃないか、岡山やろ？山口県です。山口にやればいいじゃん。覚えてやってください。ずーっと山口言ってましたよ。そうですね。お前山口新人大使になれるよ、言えば。言ってないんですか？誰に言えばいいんですか？誰に、あれ、県知事さんかな？私も知事にいただいた。知事に訪問し、だから、なりたいんですけど、だから、西川くんなんて今、滋賀の新年大使やけど、あっぱれさんま大先生で、滋賀県を良くしたいって言うて、新年大使になりたいんですよ、実は、っていうのを見てはって、ぜひ新年大使にって言うて、今、だから、年に一度、稲妻ロックフェスティバルをやってるもん。そうなんですよ。すごい。滋賀の、ゲジゲジのあれ、あれでね、京都の人間は滋賀をゲジゲジってバカにするらしいの。
ほんなら必ず言い返すのはこれ稲妻マークやって滋賀のやつが言うらしいんですよ。ほんでやっぱり西川君も稲妻ロックフェスとかあるにしてるのは滋賀県のあの地域をやってるとか言ってましたからね。あれでよ、有名人やったらなってほしいぐらいやから、あの打ち上げたりすると、うん、そうアピールしてほしいから。じゃあ言いましたよ、地元北海道滝川なんですけど、滝川の人が一般の人がなってて1号でなったって言ってて、あれ私来てないですって言ったら市長さんからお手紙が届きました。で、なんか、すいません、みたいな。すごい、第一番じゃなくて、一番がいいとか言ってて、向こうの、北海道でレギュラー番組で、それを知って、私のとこ話来てないんですよね、とかって、なんでだろう、私なりたかったのに、とかって言ってたら、お手紙をいただいて、なんか、そんなつもりもなく、みたいな、すいません、みたいな、ぜひなってください、みたいな、逆に申し訳ないお手紙いただきまして。はい。いやいや、一番じゃないと。一応多分なります。そうだから、なれるよ、簡単。簡単にというわけではないやろけど、言ってればなれる可能性はある。言ってないんちゃうか、その山口出身でって、山口をね、あんまり山口アピールしてないやんか、ほんまに。あんまり言ってないです、名前もないし。確かになんか有名なものとか、これ好きですとか言ったら、山口のこれって特産物とかね。あ、フグすごく新鮮で美味しいですよ。美味しい。それをもっといる感じとか、本当に。あ、ブログとか、そう、山口よくしたい。山口いやらしいわ、もういきなり。山口だよね。お金もらえないよ。お前なんかお金、金が発生するみたいな思ってるけど、毎月冬場フグ送ってくるとかそんなのないからね。あ、そうですか。でもなりたいでもな、送ってくれ。あ、そうか、送ってくれるから。場所によっては。うち、宮崎、最初よく東国丸のとこでインタビューしたりとか、東国丸がさんまさんこう言ってくれたとか、言ってくれてたんで、いまだにずっと送ってくるもん。焼酎と、マスカット。すごい。で、宮崎鳥ね。マンゴーもありますね。ああ、マンゴー。マンゴーは必ず送ってくる。一番最初に。今でも宮崎から。だからどこ行っても都道府県全部言うとったんやね。そうだね。全部なれる。そうそう。そういうもんですよ。だから、それは助かる。だから、送ってくるよ。フグ大好きです、本当に。あ、そう。はい。美味しい。美味しいよね、地方のもんって。美味しい。この間、丹波の本当の野生のイノシシ、金股屋のところで食べたんけど、僕今まで、ボタン鍋？はい。むっちゃうまかったです。はぁ、俺やっぱり、イノシシの肉って癖あるから、あんまり、好んでいかへんねんけど、ここはもう、べっかりでした。あぁ、やっぱり、癖あるイノシシ、イノシシやからね、ボタン鍋っていうんです。食べたことない。ない。あ、ないの？ないです。あ、イノシシの肉ないか。食べれることも初めて知った。もう、食べるんやったら、金股というところの、もうボタン鍋食べ。はぁ、もうよその食べられるのかもわからない。確かに、他行ったらその癖が変に出ちゃうところもありますよね。めっちゃ臭みが。そうそうそう、馬の肉なんかでも美味しいとかやっぱ美味しいけど。ね、ちょっとまずいところ行くと癖があって。なんか脳にずっとその味が残ってるとかいうのがあるから、美味しいところのがいいですよね。そうそうそう、こちらいただきました。何々からいただきました。全力のみなこんばんは。こんばんは。先日行われた競馬菊花賞でオールフェーブルが史上7頭目ディープインパクト以来の三冠馬となりました。あんまりこう有名にならなかったんでちょっとかわいそうなんですけどもね、すごいことなんですよ。だって歴史上で7頭目やからね。そうですね。ディープインパクトは知ってます。知ってろと一緒ぐらい。今回も一緒で言うの。へえ。なのになんであんまり聞かないんですか。だから競馬のなんか人気なのか、世の中不景気でね、あんまりそっちの方の記事に注目しないのか、すごいことをやったのに、みんなあれなんですね。ハロプロ一覧で馬名が馬の名前ね、競争はベスト3を発表しますと、ハロプロにちなんだ馬の名前があるみたいです。第3位めっちゃホリデーっていうのいる。あゆちゃんのめっちゃホリデー、イエイめっちゃホリデー。お前ら知ってるよ。でも私たちの名前を使ってるなとか知らないです。ああ、みんなあるね。へえ、そうなんだ。そうなのか。これは未勝利の地方馬ですが、馬名のインパクトはナンバーワンです。第2位、ウォーニング娘。これ、参照してますよ、この。あら。その名もズバリイギリスの競馬の名馬、ウォーニングの娘だから、ウォーニング娘。なるほど。にしてあるんだけども、これは完全にモーニング娘とパロディーに。そして第1位、
ダンスサイト。すごいね。すごいね。あ、母親はその2位のモーニング娘です。親子2代のハロプロ版ということで、すごい、1位にしましたということです。さんまさん、この競馬のこんな、競馬の楽しみ方はどうでしょうかという、芸能人のまあ、メジロ、マックイーンとかね、ライアンとか、全部あれは海外の有名な、だから、メッシの、マラドーナの、本名を取ったりとか、プラティニーっていう馬がいたりとか、アカシアもいると思うよ。シンスケ君っていうのも走ってましたし、2ビート、あったよね、2ビートもあったと思うし、みんな取ってあるで、宝塚のファンの人は、ミラ、アンジュミラさんのミラとって、はい、なんやらミラとか、すごい。どうぞ、どうしたら、したら、ひょっとしたらあんのちゃうかな。へえ。だから一人、どっかの騎手は、竹の奥さん、涼子。はは。佐野涼子ちゃんの涼子、涼子っていう馬を。名前つけて、竹と戦わせたことありますしね。そういうこと。面白い。だから、9文字までならいいんですよね。9文字まで ?9 文字まで。あ、なんでもいいことないの。通してダメな。ダメもある。ドレミはソラシドっていうのがダメだったんですよ。なんでこれがダメなのかわからない。いろいろ規定があるみたいで。ああ、そうなんですか。だから、勝ってほしいの。欲しいの。欲しないちゃんの。勝ってほしいのやったっけ。走ってほしいの。走ってほしいの。あれ。だって競馬番組でつけたりとかしてましたもんね。そうそうそう。そう、それから来てんねや、あれな。ほいで、それ馬に三浦さんに新人の人乗ってほしいって言って、三浦騎手に乗ってもらって、そこからお付き合い。すごい。ほんで妊娠隠しとった。隠してないで、最近気づいたんです。ちゃうちゃう、2週間前俺の番組で、妊娠とかじゃなかったんだって、ありませんって言ってた、ね。じゃあ多分次の日に産婦人科に行って、あらと思ったんです。違うって、あんな急いで結婚したら絶対おかしいやんか、そんなの。絶対黙ってるから嫌やん、ね。騙されてるから。本番終わってから、実は妊娠してまして、さんまさんとか、ああって。言えるやんか、わかったとか。もう一般の人もこれ大変ですね、一時に行かなかった。知れないで。何言われるか分からへんもんな。恨まれちゃう。一般の人も家の近所の人なんかも気をつけておってください、本当に。なるべく言ってあげてください、早めに。何でも言わないと。黙っときやがって。あいつみたいな。二軒目のあっこの奥さん。俺に黙っとんねん、お前。妊娠してけつかんねん、あれよ。あの奥さん、妊娠しとんねん、腹立つ、黙っとんねん。ほっといてあげてください、近所の人は。ほっといてあげてください。いや、何言われるか分かんないから、言っとってください。とりあえず言ってたら安心。安心。何か言っといてもらえねえ。100メーター以内の人は大体。だからお前もお前な、捉えた場合、分かるやんか、すぐね。だからすぐあのメール送ってきてくれ。な、ほんと俺はもうすぐ安心して、こう余裕を持って、こうしてね、ラジオ。アドバイスを逆に。いや、できるし。あとは本番中も、これやな、とか合図できるやん。なるほど。そんな大人になりますよ。なんか合図しなきゃ黙ってない。時点でも怖いからな。これやな、とか。確かに、やべえと思う。あ、これだみたいな。これやな、って。子供だからもう、もうなんか言うたらあかん。だから一番いいのはね、今みたいな、しんすけのことなんかでも、ね、はい、俺なんか、言ってしまう恐れがあるから、連絡取ってないんですよ、お互いね。あ、そうなの、だからそっちの方が言いやすいもん。やっぱこれ、仲間の生地が連絡取ってしまうと、あ、これ言うたらあかんとか、こんな、ちゃうかなとか、こんな様子やでとか、言うのも嫌やんか。だからやっぱりこう連絡取らないで、知らないで言ってる方が。知らないで言ってる方が、やっぱり気楽。確かに、そうです。言ってる方が気楽もわかるけど、そんな当てすっぽかで言われても。いや、当てすっぽで喋ってるのが楽やわ。なるほどね。これは真実知るとね、なんかね、嫌じゃない。なんか言い方とかもね、なんか気をつけちゃいますもんね。気をつけるからね。だから、高橋には言えよ、道しげもな、もし、写真師の場合。ほんで、もう本番中こうしてこう。やらないで、こう。怪しいですね。っていうのやってあげるからね、おしまい。はい。ヤムス、褒めてま川柳、褒め短歌のコーナー。イェイ。はい、このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい。はい。
今日川柳でね、はい、小森純ちゃんが学生時代、はい、勉強全くできなくて、先生がね、はいはい、もう全くできなかったの、はい、もう川柳だけは小森純ちゃんはうまかったんですよってフォローね、あまりにも成績悪かったんでフォローしてあげようと思ったんでしょうね。それがこの川柳ですって、はい、貝拾い貝がいっぱい取れましたって、そのままやって言っちゃうでも、でも先生はなんとかええとこ探せなかった、ね、これがね、うまいでしょとか言ってたんだけど、優しい、大丈夫かよって言って、かわいい、優しい先生、それしか褒めるとこなかった、ね。で、なんか、修学旅行 で、東京行った時に、うん、の川柳、はい、東京でいきなり神社に行きました。これいきなりとね、行くをかけてるんですよ、ここは。小森はとか言って。絶対そんなまだまだ考えてないと思う。川柳だけはね、うまかったんで、どこがうまいね、言うて。いい先生。行きましょうか。はい、じゃあ川柳から行きます。神戸市の与之助さんからです。よー折れそうな左右の美脚に惚れ直す。あ、今日今回は写真集、足綺麗もんね。ありがとうございます。これは、スタイルいいよね。スタイルいいよね、お前。ステージなんかでも、あのね、うん、結構背が高いし、うん、足長いよ、これ。うん、足きれいきれい。これを、この美脚をね、そのうち、誰かがこう、撫で回すと思って、ゾッとするね。撫で回すって。はいやだから撫で回すって。はぁって。続いていきます。続いていっちゃって。埼玉県のミスタームーンラビットさんからです。音程は外すくらいがちょうどいい、うん、落ち着きますよね、それぐらいが。そうだよね。はい。だから、落ち着きますよ、ね。昨日、その、リンゴ娘っていう、地方のアイドルの、一人辞めたんで、一人入るっていうので、その、試験やっててんけど、はい。いきなり知らないよってね、大都会とかの音符見せられて、初見で歌えって、ね。初見で歌えって言って、テストあんねん。絶対無理。じゃあ、お前無理やろ？もう全部でもないよね、そんなに。おぉ厳しいなぁと思って、音符なしで、音符見たら君て、音符だけで。歌わすテストやった。ほっとろいたわ。絶対読んじゃう。読んじゃう。音符お前、音符わかるやでも。あ、ドーミーソーとかわかる？私音符読めないです。読める人少ないよ。読めないよね、普通に。読めない。歌わせてもわかんのか。でも、アイちゃんは結構雰囲気で歌えるよね。あ、絶対音感があるからね。でもやっぱり、押さないと不安ですね。でもお前さ、あれ卒業コンサートで歌詞、むちゃくちゃ歌ってたもん。あ、そう、私も思った。もう歌詞消してって思った。もう歌詞消してみたいな。2番2回歌ってたの。あんな最後の最後の歌でやな、はい、めちゃくちゃ歌詞と違うからやな。ほんとすいません。うわぁ思って、俺も今まで慌て歌めいたもん、お前。でも逆にあそこまでもう歌い切ってるから逆にすごいなと思いましたね。そうそう。あれおかしいなって思わなかったんでしょ？思ったよ。思ったよ。思ったよ。歌詞見たらええやないか、あかんと思ったら歌詞出てんねんから。そうですね。さすがにそれはやめとこもだ。そうですね。もういいやと思って、なんかもう思いつきのまま歌ったんです。逆に恥ずかしがないよ、もう。すごいよ、それ。痛いよ。私だったら途中多分ララランだったと思う。ララランはさすがにと思って。しかも喋ろうって言っちゃう。そうか、でもちょっと歌詞見たら思い立ちますよね、一番の。そうなんですけど。おぉ、もうええかと思って、最後は、もう、感情の方が先に行ったわけやな。そうですね、なんかスタンドバイクだったんで、まあ外して、もうとりあえず、なんかもう、動いちゃえと思って。あ、あれ、スタンドやったの本当は。スタンドバイクで一番はつるっと行って、行って、その後に動くんだったんですけど、うん、もういいやと思って。決まったって黙って。そう、もうなんかもう無理と思って。さすが。さすが。なるほど。はい、じゃあ続いて短歌です。北海道のコシアンさんからです。よーエース抜け。歌わりいろいろ変わるけど、絶対死守せよ、吐息のパート、うんうん、はい。何、吐息のパート。こいつと、あーんとか言ってた。だから、これでも卒業コンサートの時も、あーんとか言ってたもん、こいつ。うーんも増えましたね。あーの他に、うーんも増えたんで、うん、その後マイク近づくとれへんの、おい。自信ないですか。最初に、あーんって言って。うまいのうまいんですか。うまい。色気あるね。うまい。くれちゃうもんね、普通ね。さすがここで鍛えてるからね。うん、そうですね。痩せませんで鍛えられました。吐息に魂を込めてるもん。うん、め込めてる。それ以来マイクが口につけへんで。そこしか込めるとこがないから。あーっていう切り、ずーっと。うん、戻ってくるから。ずーっとマイク離したままこう構えとった、こうして。嘘、あーっていう戻すんで。え？うん
で戻してくるんで。ああ、うーん。でも話したよ。この後はもうそのまま。天井向いたりしとったやんか、こう。結構見てくれてますね。天井見てくれてます。意外としっかり見てくれて。一番階段の高いところ登ってやっとったやんか、お前。ありがとうございます。やりきった天井見てくれてるの。いや、まだやろ、これ。始まったばっかりやろ。違う。あれも終わったような。終わったような。私の出番。それが以上はい、私は以上です。さあ、高橋。いきます。広島県の白島さんからです。白島さんからです。よ、はい、娘抜け、女性ホルモン。急増中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 。急増。急増中。ちょっと雰囲気変わるもんね。変わりました？中澤も言ってましたし、はい、もう変わりますよって、もう娘、ストレスから。逃れたらやっぱりな。はい、あ。顔つきが多分変わると思いますね。あ、本当。うん。ああ、やっぱそれなもんで。そう。もうちょっと抜けてからの、その、気持ちとか。一日のその生活の中では。なんか、一人で歩いてる時に、うん、あ、私もう一人なんだって思います。ああ、そう。なんか、いつもやっぱメンバーが周りにいたし、うん、なんか、一番最後は、ほんとモーニング娘。を卒業するってなって最後のステージでみんながはけちゃう時が一番悲しかったんですよ。うん、自分がステージに残ってみんながはけちゃう時に、あ、みんな行っちゃうと思って、あ、これから一人の足で歩かなきゃいけないんだなと思って。グループじゃないもんね。そうですね。10年間やってきてたんで、やっぱなんか自分で、なんか、最近だとこの仕事があるけど、やりたいとか。ホルモンのバランス変われへんの？その、変わりそうですよね。どうなんでしょうね。どっかから毛がボーッと生えてきたとか。ないないない。それはやらんのか。ないないないっすよ。ないないない。ないんです。ないんだ。ないっす。それいいんだ。いいです。次行きます。熊本県の大空渡さんからです。よー噛みません。高橋いないと物足りない。ああ、これ噛みませんよ、ほんまで。あ、ほんとですか？この間スーッと行くからね。はい。おー、噛みませんのコーナー、高橋用やったわ、あれは。あ、そうなんですか。まあ、もともとお前に用意するって言われてる。すいません、私。それがいないと、普通やわ。普通のコーナー。子供の道しが調子悪いの、道しが。あ、そうですよね。愛ちゃんの代わりをやってます。ありがとうございます。さあ、短歌。はい。山口県のなりなりさんからです。よー愛ちゃんが、いないやんたん、寂しいな。クリープ入れない、コーヒーみたい。うん。まあ、ブラック好きな人もいるからね。ちょっとそう、確かに確かに。そもそも。え、そうそうそうね。そら、この高橋なんて8年。そうですね。やんたんやってきたから、そら聞いてる方は、高橋がいないとね、うん、なんか、毎週毎週。そうですよ。聞いてた人は変な感じやねんな。私も変な感じですもん。金曜日、行かなくていいのみたいな。感じになっちゃった。あ、入ってないんだ、みたいな。そうよね。不思議な感じです。そうそう、なんか習慣で毎日これ言ってたら、ね、変な感じやね、やっぱ。もうなんかやんたんでリズムがなんか刻まれてる感じなんで。曜日がやんたんでわかる感じだよね。うん、だから、この、ほら、まだ、月曜日大阪なんですけども、もう20何年、うん、月曜大阪ってあるから、月曜東京にいると落ち着かないの。なんか、いて大丈夫かなって思いますね。大阪、俺は行きたくなって行くねんけどよく。なんかもう、20何年の癖やろ確かに。そうそう抜けない。ほぼね、30年の癖なんです、あれ。ああ、確かに。もうね、月曜東京にいると、もう何していいかわからんよ。顔を洗ったりするようなもんですね、月曜日に行くみたいな。もう、なんかそういうのが体に染みついて、なんか日月って大阪に行きたくなるんだよね。不思議、あれは。さあ、行きましょうか。はい、私ですね。門真市の、なにわの爆笑侍さんからです。よー母になり、膨らむ胸に夢がある。うん、どうですか綺麗じゃないですか綺麗綺麗綺麗。これは綺麗よね。うん、膨らむ胸に。で、ほんま膨らんでるもんね。そうなんです。さあ、もう全然、ミキティの胸じゃないよね。そうなんですら。もう初の谷間が。じゃあなんか、ミキティやったらちょっと、揉ましてとか言えそうやもんね、今。5ワットなんです、5ワット。何言って。何一人に見えて二人なんですよ。5ワット。妊婦の胸さんの5ワットや。なんか、いや、ジョージの、ああ、ジョージやめやんかっていう感じで、俺は触れるよ、やらしくない感じで。俺がやったら手触れますけど、ね、妊婦さんの。触ってくれとか言う人もいるよね。はい、ちょっともっと大きくなってから。でも妊婦さんがおっぱい触っては言わないでしょ。
確かに。お腹ちょっと触ってくれめっちゃでかくなったんですとか言ってね。膨らんできたんだ。なかなか触ってよ。どれどれどれで。やだ。俺だからさやかちゃん、松田聖子ちゃんの子供がお腹の時に触ってくださいって言って、ずっと触ってあげたの覚えてますよ。だからそれが出てくると、やっぱりなんか、こっちが手伝った気分になって。うん、もうでもなんか、今までそんなお腹触ってほしいなんてないじゃないですか、普段。気持ちがすごいわかりますもんね。あ、ちょっと触ってくださいっていうのは。なんかすごいなんかパワーもらう感じが。ああ、なるほど。しますね。ああ、なるほど、なるほど。とか大きくなったら。動くようになったらね、また。触らせてもらおう。お願いします。いいみたいかな、触ってもらおう。みたいで、そうなんですか。そう。そうなんだ。さっき聞いて。はい、行きます。千葉県のビアンコネロさんからです。よーフルチンや、庄司飛び込むミキティに。うん。フルチンや、いいですよね。ほぼですから、ね、だからフリチンって子供の名前フリチンでやだってテレビ見たらお父さんはパンツ一丁でなんか名前もなんかかわいそうってかわいそうすぎませんフリチンってかっこいいよね迷子になってもかっこいいね迷子になっていやさあ迷子のお知らせでございます庄司フリチン様いやーかわいそうフリチンってかっこいいよねでも旦那もかわいそうだよ、庄司お前とこは、あれか、旦那は若い時何やったスポーツとか。野球です。あ、憧れの選手とかいてないの。ああ、どうなんだろう。あいつそう言わないね、これ憧れてとかあいつな。なんか誰ってよりも、なんか子供生まれて野球一緒にやりたいっていうのは言いますけど。ああ、なるほど、なるほど。これは、ね、好きな野球選手の名前を取るとか。そうですね。阪神ファンで。あ、阪神ファンなのか。庄司か、そうか。誰の名前、反射誰やねやろな。誰がいいんですかね。うん。まあ、名字取ってもな。そうですね。おかしいしな。名字になっちゃいますね。そうそう、庄司荒井とかな。マートンはマートン、庄司マートン。やだ。マートン。マートンって。ブラゼルよりええやろ、マートンの方が。そうですね、ブラゼルよりは。庄司マートンええど、お前。あんなええバッターおらへんで、お前。さあ、続いていきましょうか。はい、千葉県のビアンコネロさんからです。よーキムタクは南極探検してるのに、ミキハズバンドフリチン探検。うん。南極大陸。うん。ねえ。まあまあ、今時のドラマじゃ超豪華に撮ってます。すごいですよね。だからね、木村、映画見たまあ、木村、もう映画以上だと思うけど、木村が出ると、要するにもう、木村さんお願いしますっていうので、TBS もバーンと、ね、今回60周年っていうので、はいはい、もう誰が見たってこんなドラマ最近ないぞっていうぐらい、超豪華に撮ってるけど、前、やった時に木村がね、はい、やっぱりドラマ班で制作位置決まってるじゃない。はいはいはい、ね、だから余波食らうわけで、他のドラマがね、はいはい、まあ木村やからしゃあないんですけども、うん、前、鉄板少女やったんですよ、はい、その次のドラマ。おいおい、鉄板で片付けよったで言ってたんですよ。今回、こんだけ南極大陸つごたら。確かに次がね。洞窟少女とか言うて、ずっと洞窟で暮らしてる女の物語作るんちゃうかって、経費的にね。広がれへんで。あ、そっか。それもそんな素潜りでそんな魚取ったりやな。確かに。なんか映像もずっと暗そうですもんね。暗そう。でも、どっかに調子で会わせなあかんからね、あれ。あ、そうですよ。そうそうそう。あれはもう。すごい。まあ、キャストの方もすごいですね。すごいよ。すごすぎるもん、俺もう、見たけどな。映画みたいだった、確かに。とんでもないですよ、あれは。さすが木村拓哉っていう感じですよね。確かに。木村だから出せる技ですよね、あれ。本当ですよ。さあ、そういうわけで。はい、あ、今日の一番良かった人は、はい。高橋の、何やったっけ？何だっけ？うん、一番目の。あ、娘じゃない？女性ホルモン検査中？あ、それ行こう。そう。ひろちまさんです。おめでとうございます。以上、ヤムス褒めてませんり褒め短歌のコーナーでした。それではここで曲を聴いてください。11月16日発売になります。ハロープロジェクトもべきますで、ブスにならない哲学。見えるよじゃ地内のくれかもね趣味も髪型も
このコーナーは高橋愛がライブステージの MC やメディア出演でこれから噛むことがないように滑舌を良くするコーナーです。はい。ヤムスメンバーも今後のためにチャレンジをしますので、さんま先生誰の舌が滑らかだったか評価をよろしくお願いします。はい、はい、それではまあ今日はねメインどころが帰ってきましたからね、はい、はい、道芸から行きましょうか。あ、はい、じゃあお題を一つ目お願いします。お題です。山口県ラジオネームなりなりさんからいただきました。赤おはがき、青おはがき、赤おはがき、清はがき、これ赤おはがき、青おはがき、清はがき。あ、これは本当に意外と簡単やな。3回言うんだよ。あ、さあ道重から行きましょうか。赤おはがき、青おはがき、清はがき、赤おはがき、青おはがき、清はがき、赤おはがき、青おはがき、清はがき。おお、まあまあ、まあギリギリセーフでしょうけども、はい、この道重はどうもホルモンのバランスなのか。あら、そんなことない。ちょっとおかしいんですよ。なんかね、なんかあったんですか、ね、なんかやっぱまあ高橋が抜けてほっといて、なんかどっかから変な気配入ってきてない。ないないない。気配させたいです。ないです。ホルモンだから。ラジホルモン。急に。はい、いきます。どっかからボッ入ってきたからない。最初はい、赤おはがき、赤おはがき、行きますって言うやん。行きます。赤おはがき、青おはがき、黄おはがき、赤おはがき。じゃあちゃんとステップボケや。おー、怖いよ。はよせやよ。赤おはがき、青おはがき、黄おはがき、赤おはがき、青おはがき、黄おはがき、青おはがき。どうするの、お前は。もうすごい今余裕でしょって言ってたんじゃん。愛ちゃん、これできるよって言ってましたよね。難しくて、大丈夫だよ大丈夫とか自信満々だったのに。ほんまやわ。さあ、はい、お母さん行きましょう。お母さん行きます。行きます。赤おはがき、青おはがき、黄おはがき、赤おはがき、青おはがき、黄おはがき、赤おはがき、青おはがき、黄おはがき。あーだめー。惜しい惜しい。でも藤本全然まだあれやな、落ち着いてるよね最近ね。やっぱりね、母になるという自信なのか。いやもうでも怖くてしょうがないです。もう出産が、まあまあな、怖いわ。どうしよう。昔秋吉久美子さんが卵でできることなら卵で産みたい。本当に私も思います。温めるからと思います。温めるから。あれがなんか名言でしたよね。お昔本当に思うんだ。あ、次も赤を聞いた。はい、じゃあ二つ目のお題は進路もなくなってきてんやろな、これ早口言葉。お題です。福岡県ラジオネームチンドンシャッテッターンさんからいただきました、うん、赤宝箱、青宝箱、北宝箱、北宝箱、赤宝箱、青宝箱、北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 宝箱、ちょっとおかしい、これちょっと真相を知りたい。これ決断してからや、この写真集で。好きだ尻出せって。お尻なんかできたんですよね、なんかやっぱり。言うな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 。アイドルはできません。お前並ぶな。お言うな言うな早く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 。赤タバカラバコ、青タバコ。もうええ。もういいんですか。お前やる気ないやろ。やる気あるもん。早く。赤宝箱、青宝箱、黄宝箱、赤宝箱、青宝箱、黄宝箱、赤宝箱、青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 宝もう言うな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 。お尻に出来持ってたんじゃ。言うな言うな。もう山に直せよ。はい、すいません。おしまい。はい。ヤムスは癒せませんのコーナー。さあ今日はね、うん、高橋も来てますし、はい、もう妊婦のこの5ヶ月そうですね、聞きたい。一番色っぽい声が出せる時期に差し掛かってます。そうそうそう、優しさがあってっていう前も言ってます。シャリーンというね歌手の人が妊娠中に、歌を出したというね、わざと、これ声が違うの、声とか、
わざとソ連のバレーボールチームをわざと妊娠させたというね、母になるか強くなる体が、すごい、そうそうそう、すごい、金メダルのために妊娠させたというコーチがな、すごい、普通させないですよね、すごいよ、妊娠ってすごい、生理とかなったら困るでしょ、うん、その妊娠すると生理もないでしょ、確かに、だからその期間中、強くなって生理もないから、それで金メダル取ったというね。すごいな。すごいすごい。さあ、はい。道筋から行きましょうか。東大阪市の有名人さんからです。今の何？ああ、いいよいいよ。よかった。今の何ちもっと驚いたやつ。もう。はい、うん。今の何？ああ、いいよいいよ。これだ、これだ、これだとか言ってくれるから男がな。今のこれだよとか。何言ってんですか、何言ってんですか、展開を大きくしようと思ってんだ、何言ってんですか、不発でしたね先生、妊娠とんちゃいますから先おかしいですよ、全然もうやだ情緒不安定みたいな、ちょっと調べて、もうちょっとミキちゃんもちょっと朝婦人科紹介旅、ね、ちょっと一緒に行っちゃうエコー検査が来てるおかしいですもん、高橋行こうとか、はい、岡山市のとっくりセンターさんからです食べちゃって。お前よ、ほんまにそれ、お前もうやめてんねんからな。もうその、可愛さとか、そんな、清純なイメージはもう半分いらないからね。そうですよね。半分。そうですよね。モーニング娘。にいらない。はい、やめましょう。持って持ってない。はい。食べちゃって。おかまみたい。でも監督って可愛いわ。だがお前は、はい、行くぞ、はい、岐阜県の4番 S さんからです、うん、焦らせないで、うん、もうちょっと色っぽく焦らせない、焦らさないでやな、焦らさないで、私を焦らせないでやね、はい、焦らせないで、焦らないでちゃうねな、焦らさないでです、はい、はい、焦らさないで、あ、まあまあ、あれやな、いいでしょうっていう感じ。よかった。よかった。これやこれ言われなくてよかった。何気に入っとんだ、もう。気に入っちゃった。衝撃。気に入っちゃった。衝撃。これ何言ってんだ、お前。何気に入っとんだ、もう。何言ってんだ、と思ってね。はい、私行きます。愛知県のおっちゃんさんからね。ねえ、もう一回ダメ。え、もう一回ダメ、うん、だからその言い方違うね。もう一回ダメ、もう欲しいっていうことやから。はい、ごめん。もう泣いてるみたい。はい、お前よ。ねえ、もう一回ダメ。あー、もう一回ダメ。そこはちょっと下手くそやな。すいません。すいません。ごめんなさいでした。まだまだでした。もうちょっと勉強しないといけないですね。高橋よ。西宮市のひじきたいたんさんからです。なんで？ひじきたいたんさんからです。もうちょっと我慢して。ああ。かわいい。いやいや、かわいくない。もう。もう嫌だっていう。もうちょっと我慢してっていう。もうちょっと、ね、我慢してっていうやつ、はよ。怖い。怖い。もうちょっと我慢して。あかんなぁ。あかんな、お前は。すいません。さあ、はい、ニブ行こう。行きます。俺にこれやこれやって言わせないで。俺にこれやこれやしをいただいたらお前、はい、何目玉何落ちて目玉落ちてんのお前。やばい。宮城県のカミカミプリンセス高橋愛さんからです。ここから先は後で。かわいい。うん、可愛くない何も。何も。だから、ここで、あーとでって、じゃあ、ここから先、ここから先、あとでっていうやつや。あ、行こう。ここから先は、あとで。半分以上俺バーンしちゃってるな、お前。おし、終わりやもん、もう。道重さゆみのサイン入り、モーニング娘。コンサートグッズ詰め合わせが当たる、ヤンタンキーワードクイズ、当選者は、大阪府大阪市山上正弘さん、大阪府泉大津市森本優和さん、和歌山県和歌山市林霞さん、青森県上北郡沼沢信夫さん、
徳島県徳島市、倉本和俊さんです。以上、5人の方がご当選です。おめでとうございまーす。おめでとうございまーす。というわけでね、リスの日だったんですからね。はい。来週はまあね、中田姉さんを急遽キャスティングしてほしいですけども。そうですね。そんなわけにもいかずね、なんかね、黙ってんのが、しんどいから、今日メールするわ、中田姉さん。してください。これはね、うひひひひとか言うて、でも逆に中田さんも気が楽になると思います。そうやな。はい。まあまあまあ、これはね、本人もどういう触り方、ね、触ってほしくないのか、いろいろあるでしょうけども、だからまだまあ、ミキティも、生まれるまで何回か来るでしょうからね、はい、これは大変、妊婦はいるわ、恋人発覚いるわ、卒業するわ、写真集出すわ、お尻に出来物できるわ、ないない、言うな言うな。もうだから本当に気をつけて名前取るようにね。はい。というわけでお相手は明石家さんま、中野翔二、モーニング娘。の道重さゆみ、高橋愛と藤本美貴、また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。